警戒して。クリスタルを食ったのはこいつらか。わしから倒すしかないな。バカよ、やれ。バカさん取れ。これが落としたクリスタルだな。あの商人に届けてやろう。この先の湿地は魔物が出る。気をつけろよ。どうだ、俺のクリスタルは見つかったか？ああ、これだろ。これだこれだ、ありがとう。魚がダメになるかとヒヤヒヤしたぜ。間に合ってよかったよ。次からは気をつけるんだな。ああ、そうするとも。俺たちにとっちゃクリスタルは生活に使う以前に大事な商売道具だ。それなのにザンブレクの俗領になってクリスタルの配給も少なくなった。昔のように簡単には手に入らないからな。二度と落とさないようにするよ。俺のクリスタルは大事な商売道具だ。おかげで魚を冷やして遠くまで売りに行けるよ。この辺りでノリスを見なかったか？やつなら湿地の方に走っていくのを見たぜ。こんな時間にランタンなんか持って妙に焦ってたが。湿地の方に。ありがとう、探してみる。街道を外れようもんなら魔物や。やとよしよし。おい、ベアラヘだ。ノリスが向かったのはこの辺りか。手がかりを探してみよう。こんなところにランタンが。
確かノリスも持っていたという話だったな。奴のものだとしたら向かったのはこの先か。魔物の死骸だ。ノリスがこれを。あんたがノリスか。誰だ。なるほど、頬にベアラーの刻印がないとは。だからあの男は騙されたと。あの男、まさかロナルドに言われて俺を捕まえに来たのか。親友だったのに、あいつよくも。俺は奴隷になんかなりたくないんだ。お前もベアラーなら知ってるだろう。ベアラーがどんなひどい目に遭うのか。誤解するな。俺はマーサの仲間に頼まれてきたんだ。あんたを保護するためにな。俺を保護だって。マーサは密かにベアラーたちを保護している。俺も世話になった。彼女は信じていい。マーサがそんなことを。確かにあの人なら何とかしてくれそうだが。迎えを呼びに行ってくる。それまでここに隠れていてくれ。分かった、ありがとう。そのすまなかったな。あんたをまるで悪者みたいに言っちまって。いいんだ、気にするな。そういえばここに来る途中でランタンを拾った。これはあんたのものか。ああ、魔物と戦った時に落としてたのか。昔ロナルドがくれたものさ。もう俺には必要ない。好きにしてくれ。なら俺が使わせてもらおう。あの男からあんたを守るためにな。刻印のないベアラー、ここまで隠し通してきたのに親友に売られそうになるとは。ベアラーになって。ああ、クライブ、どうだい、ノリスは。おい、ベアラー、あいつを見つけたんだろうな。魔物が食い漁ってる死体のそばにこれが落ちていた。これは俺がノリスにやったランタンだ。あの死体がノリスなら残骸だけでもここへ運ぶか。そんなもんいらねえよ。死んだってんなら清々する。大体役人たちのベアラー管理がずさんだからこんなことが起こるんだ。もっと厳しく取り締まって刻印の入れ忘れなんかなくしてもらわねえと。クソ、ベアラーとつるんでたなんて一生の汚点だぜ。クライブ、さっきの話は本当か。まさかノリスは本当に。安心しろ、もちろん無事だ。スリーリーズ湿地にある小屋に行け。あんたたちが来るまで待たせてある。よかった。ああ、すぐに迎えに行くよ。ありがとう、クライブ。少ないが報酬だ、もらってくれ。俺たちもどこぞの戦に。いらっしゃい。
毎度。ほらよ。次もごひいきに。買っていきな。何が欲しいんだい。また来ないよ。手短にな。どれが欲しい。これでもっと良くなった。よし、いい出来だ。どんな敵とも戦えるぜ。これでもっと良くなった。どんな敵とも戦えるぜ。これでもっと良くなった。じゃあな。イーストプールに向かう橋だ。ご覧の通り橋はきれいに直しといたぜ。この先も物騒だ。気をつけてな。北から黒の一帯が広がっている。この辺りは自然が残っているからな。住処を追われた魔物たちも増えているだろう。そうね、気が抜けないわ。分かった。
な。
ました。来てくれ。あんたちょっといいか。ってなんだ、傭兵かと思ったらベアラーかよ。まいったな、主の許可なしには。待てよ、そのブローチ、お前マーサのとこのもんだったのか。それなら話が早い。手を貸してくれ。実は最近ここらに魔物が増えてきてな、奴らの好物でおびき寄せて一気に片付けるつもりだったんだが、思いのほか集まってきてどうにも手に負えなくなっちまった。黒の一帯に住処を追われこの辺りまで降りてきたんだろう。まったく、飢えた魔物を甘く見てたぜ。マーサに雇われたベアラーなら腕も立つだろう。この先にいる魔物を退治してくれないか。いいだろう、俺がそいつらを倒してくる。ありがてえ、マーサにはちゃんと礼を言っとくからよ。ここから少し行ったところに餌を設置してある。今頃魔物たちが群がってるはずだ。奴らを退治したら俺の仲間に伝えてくれ。イーストプールへの橋の先にブライスって男がいるからな。それじゃ任せたぜ。